はい、ということで実況のパート4始めていきたいと思います。前回で、4日目だっけ、あ、じゃあ3日目か、3日目をプレイしてましたね。で、今日、今回で、今回か4日目かな。社長のユタニシは死亡、音楽党担当のルイーズの間、なんやこの日系人、デザイナーの沢村博士、日差し、プログラマーのなぎらのりみつ、この3社は皆君の見つけてくれた社員名簿に載っていたユタソフトの社員なのだが、いずれも在職中に失踪しており、今は行方がわからない。これ多分襲ってきたやつがの名前なんだろうね。これ前回社内不安も倒産の原因にはなりうるものだろうけれど、それ以上に社員が次々と失踪したことが倒産の直接原因なのだろうね。しかしその中でも九段のディレクター生田牛尾氏だけは社員の失踪に先駆けて解雇されており、まだ生存している可能性も高い。いやでも生田さ、あのゲームの世界では殺されてたよね、嫁にあれは生田じゃなかったの？でも生きたって言ってたけどな。兄はがらんや、呪いの構造が、いや 呪いへの対処手段が見つかるのは僕の想定よりも早いかもしれない。俺ぼっくん、呪いのゲームの元となったゲームがユタソフトで作られていたことは確定的だ。ともかく、ともあれかくもあれ、なぜあのゲームが呪いを持つゲームになったのか、生きた氏は一体何を作っていたのか気になる。ああ、気になるね。社員名簿には生田氏の住所も載っていた。今も居住しているかどうかわからないが、行ってみる価値はありそうだね。僕はその間、明日警視庁へ返却する小坂君の TS をもう一度調べてみようと思う。悪いが、生田氏の自宅へは一人で行ってくれまいか。また使いっぱしいかよ。生田牛尾の住居。今度は誰かの家か。まあ、誰かのっていうか。とても人が住んでるようには見えないけど、なんで暗い時間に行くのこれ。明るい時間に行け暗い時間に行く必要ねえから。何思いもよらない結果だった。生田氏の自宅は今差し押さえを受けて競売にかけられている。誰も住んでいないということだよ。勤め先を解雇されたせいでローンの返済が滞ってしまったらしい。同情を禁じえないよ。それから君も気づいているだろうか、生田の名があのゲームにも何度か登場していることを。やはりもう彼は死んでるんですかね。いや差し押さえにしても4年前だろ。だってなんで取り壊されてないの。じゃあこの生田氏の住居を調べてると生田が襲いかかってくるのかね。つか前回あのユタソフト行った時になんかあの大山教授が子供の声がするとか言ってたけど全然子供出てこなかったな。これあれだろ、正面玄関どうせ入れないパターンだろう。どうせ正面口。やっぱりね、開かない。生田差し押さえって書いてある。いけないいや、いけるだろ横になれば。開いてる。わあ、そっから入んのね。わあ、なんか、え？めちゃめちゃ、急になんかシミみたいなのが出てきた。めちゃめちゃ不法侵入してるよ、この人。あの、不法侵入反対なんですけど。何もないか。めちゃめちゃ犯罪行為を働いてる、これ。普通に犯罪してるんだけど、これ。
ああ、違うよ。なんだよ。すげえ時代感じテレビはね。これアナログテレビだろ。さあ、今度は何が映るのか。じゃあ行ってくるよ。 BGM はまあ若干ちょっとおかしいぐらいだけど比較的マシって感じか。うん、ちょっとだけおかしいタイプのだねこれ。じゃあ行ってくるよ。行ってらっしゃい。でもあまり無理しないでくださいね。あ、これが生田の父親か。あ、生田の父親ってか、生田か。今日も遅いの、パパ。あ、ごめんな。やだやだやだ。パパ、お仕事なんだから、ママと一緒に待ってましょう。今度休みが取れたら、また一緒に行こうな、あの海のホテルに。本当？本当に本当？約束で、なんで買ったかな？なんで子供の声はカタカナなの？セリフは。ああ、約束だ。なんでカタカナなの？外国？外人さん？約束破ったら許されないからね、パパのこと。わかったわかった。そうならないよ、頑張るよ。じゃあ行ってくるね。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい！これは回想シーンかな？夜になった。ああ、女の子してんなのこれ。これお母さん。パパ遅いわね。今日は会社にお泊まりかもね。あ、待って、これなんかさ、俺思い出してきた。ちょっと待って、俺思い出してきたわこれ。ちょっと思い出してきた。いや、このシーンあったの思い出してきた。これね、めちゃくちゃ怖い。これめっちゃくちゃ怖い。このシーン確か、あの、このゲームの世界も怖いし、このゲームの世界から戻った後のシーンもめちゃくちゃ怖い。これめちゃくちゃ怖いってか胸クソ悪いよ。さあ見ていきましょう。さあ家にはママと娘の二人きりです。どうなるんでしょうか。さあ、とりあえず寝ればいいのかな。待って、なんか宝ある。宝じゃねこれ。ひだまりドレス見つけた、やった。これ相手は何なんだろうな。寝ろ。あれ、てかバグってるね、ゲーム世界。まあいいや、まだ寝れない。何すればいいのこれ。ママいる。どここいつの布団どこ？娘の布団ってか、寝る場所どこ？あー、寝れた。おやすみ、パパ。さあ、お母さんは？朝になった。どうしたの？パパがいないと寂しい？さあ、パパはまだいません。やべ、もう画面がバグりまくってる。画面のノイズがやべえ。ママね、今晩、あ、まあ、夜なのこれ。ママもね、今晩ご飯の用意してるの。あら、手伝ってくれるの。また夜になりました。パパ今日もお泊まりね。そうよ、ママだって寂しいわよ。でもパパはね、私たちのために一生懸命なの。さ、もうおやすみなさい。また寝ればいいのか。パパと遊びたい。あ？なんだこれ。なになに。あ、バグか。あらあら、そんな顔しないの。パパは今とても大変なのよ。
ママがいるでしょ。そうだ、今日は一緒にお絵かきをしましょうね。まさか、お絵かきってまさかあの絵じゃねえだろうな。ママがいるでしょ。そうだ、今日一緒にお絵かき、あ、同じか。どこでお絵かきすんねん。どこでお絵かきすんねん。寝ればいいのかな。寝るんかい。いや、お絵かきしないんかい。あー、死って書いてある。今、下に死って書いてあったよ、今。てん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 丸。てん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 丸。約束って言ったのに。おー、いきなり戻る。敵いる？いない。まだ怖くはならないようですね。多分この後やな、怖くなるのは。なんか物音がするような気がする。なんかジリジリみたいな音がするような。てか、生田はともかく、父親と娘はどうなったんだろう。血だらけのテレビは何なんマジで。うわ、開いた。何もないか。これが生田が住んでいた家か。さあ、台所来ました。冷蔵庫は牛乳残ってる。いや、もう腐っとるわ牛乳。いや、家賃の低そうな家だな、おい。ここ玄関か。開かない。いや、裏口かな多分。これ廊下。これトイレかな。何の音？え、今なんか、悲鳴みたいに聞こえなかった？今、悲鳴みたいに聞こえたよね。トイレ。え？いや、誰だよ、入ってんの。誰？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 ノック帰ってくんだけど。あ、傘がある。いや、傘、誰がいんの？この靴、子供のだ。ひぇー、子供がいんのかな、まだ。このなんか廊下歩く音も怖いな。引っかく音がしたのに、誰もいない。あ、ここね。引っかく音。あ、叫び声じゃなくて、引っかく音だったらしい。いや、なんか、きしむ音が不気味。怖え。あぁ、怖いわー、マジで。見えない。開けた中が見えない。さあ、突き当たりの部屋はなんだ？子供部屋か？もしかして。時計がある。ああ！この匂い線香？誰かがお線香をあげていたのか？誰の家というか。やっぱり誰かいる？誰がいるの？来たー、子供部屋。あ、なんか落ちてる。パソコン？なんか落ちてる。あー、生きた！娘！妻！なんか顔が白くなってる、なんで？誰の声？あのゲームの曲？鼻歌が聞こえる。ちょっと待って、一応ノイズ確認しようぜ。来そうで怖いな。いる？いや、一応ノイズ走ってない。ははっ、鼻歌。なんだよ、これ。これは生田さんの子供か？絶対子供の絵だよな。どこにいんの？あれ、開かない？いた？いた？いる？いた？生きてる？生きた、いた。あ？あなたが生田さん。
あ、一応生きてたっぽいな、こいつ。おお、なになになに、頭おかしくなったんかな。頭おかしくなっちゃったっぽいね、これ。精神に異常をきたしたんじゃないか。でもこれ家の中に血があったから、果たしてその血が何を意味してるのかだよね。そして生田がなぜ発狂してしまったのかっていうことなんじゃないだろうか、重要なのは。さあ何があったんだ。名前はさつき、パパ今日は帰ってくるって、いたのに。やば、 BGM がもう出花から完全にやばい。なんかもうあの BGM じゃねえもんな、もはや。もうなんかもう、なにこの曲。なに、もうやばいよこの曲 BGM。ごめんなさいね、パパ。電話でごめんなさいって言ったでしょ。パパもママも嫌い。ああ。え？ああ出ちゃった。家でした。あの子ったら。うわあ！なんか来たよ。誰？てん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 はつな。てん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 丸。あなたは？誰？あなたは？誰？やべえやつ来たんだけど。おい、不審者来たぞ家の中に。こいつ誰だよ？キャー！やばい、戻ってきちゃったよ娘。でも。メッセージウィンドウが赤くなってたから殺されたん…ちゃうか。急にまた現実世界に戻った。ちょっと待って、朝日、誰朝日。ママ、ママ、ごめんなさい。え？なんか赤いんだけど。え、なんでこれいんの？え、なんで玄関いんの？え？なんで玄関いんの？え、なんか画面が赤い。あれ？赤、あ、朝日支店だったー。なんで玄関いるのって思ったら逆に朝日支店だったんだこれ。理解した。だからゲームのさっきの家に帰ってきてからの途中ってことや。で、なんか変な男が2階にいたんで2階行ってみましょう。これまさかマナの死体あるとか言うなよ。さあいるのか。さあいるのか。血だらけだ。なんで血だらけなんだ。おい、誰の血だよこれ。なんだよこれ、何があったんだよ。だ、誰？ママ？ママは？大湯谷。ママはお昼寝してるよ。さ、おいで。ママみたいに綺麗なお化粧しよう。赤い口紅を塗ってあげるよ。ああ！朝日ちゃん。え？やはりあれは湯谷だったのか。湯谷社長。湯谷社長が追いかけてくるんで、こいつから逃げましょう。どこに逃げればいいんだろう。まあいいや。
やばすぎだろこれ。こんな全身真っ赤ってか、どんだけこっち出てんだよこれ。どんな殺し方したのこれ。やばすぎやろ。やばすぎ。え、なんで俺先回りしてんの。え、なんで俺先回りしてんのこいつ。開かないよ。いや、来てる。開かないよ。どうすんのこれ。どっか隠れんじゃいねこれ。開かないよ。どうすんのこれ。開かない。どうすんの。戻るしかないな。隠れろ、どっか。あ、くる。なんで、やばい、しちゃ。あっぶね。ちょっと、これ、どこに隠れんだ。どうすんのこれ。これ机の下。開かないよ。開かない。どうすんだこれ。なんか開かないよっていうのがなんか辛いね。どうすんだこれマジで。隠れるんじゃねえのこれ。こっちか。いや気持ち悪い声。いや来てる。朝日ちゃんって言ってる。うわー、なんでお前。トイレ。くそー、どうすんだ俺。くそ、なんでお前そこいんだよ。なんでこう先回しね、こうさっきから。いや、キモすぎる声が。開かない。なんだよこいつ、気持ち悪すぎだろ。なんなんこいつ。なんなんこいつ。なんでこう先回りしてんのこれ、さっきから。なんなんこいつ。まで何者なんこれ。開かない。なんなんだこいつは。狂ってやがる。あ、なんだなんか、あ、窓から脱出したんかな。ああ、今のは生きた。あ、朝日。これは日記帳。あと2日。え、なんか急に終わった。急に終わったな。まあ、さっきのは、あれっすね。いや、まあ、ユタニソフトの社長である、ユタニが、家に来て、
生田の嫁を殺して、で生田の娘の名前は朝日っていうらしいね。まあ朝日があの後どうなったのかわからないけど、まあ生田があんな放心状態になってるっていうのを考えると、まあ朝日もおそらくっていう感じだよね。いやー、これめちゃめちゃ胸くそなんですよマジで。いやこれはねマジで怖いで胸くそ。いやー、なかなかね胸が痛むというか、なんか怖い、なんか人間って怖いなっていう、そういう話ですよね。まあちょっと早いんですけど、今回はここまでしようかなと思います。まああと2日なんで、まあ1日1回分ぐらいでやっていけばいいんじゃないかな。はい、という感じで今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。